金曜井は、兵庫県南東部を流れる向こう側から取水し、伊丹市西部を流れる揚水。金曜井川とも呼ばれる。宝塚市南部で向こう側の水を取り入れ、伊丹市西部を南下し、いくつもの揚水に分流して、伊丹市の西部や南部を考えする。四津広市伊丹市寺本東一丁目、金曜井の終点で、四つの揚水に分水する箇所、伊丹市内の二種の、金曜。 寺本、池尻地区及び山田、野間、堀池、南の五ヶ塚地区の伊丹市域西部、南部の農地に給水する農業用水として利用されている。混用性水利組合の管理区域としては、伊丹市、西野の取水口から、伊丹市寺本の4つ、広市の分水地までを指す。市街地を流れているが、暗渠部分は少なく流路の追跡、観察が容易である。 行期の業績を記録した行期年譜によれば、天平3年に、今陽植え池と今陽下池の造成に着手したとある。今陽植え池は、現在の今陽地に相当し、今陽下池は、現在の今陽地の西方から向こう側までの地域までの地にあったと推測される。慶長13年の電磁開墾の陳情以降、下池のあった場所の神殿開発が進み、 寛永12年の検知により、神殿中野村が誕生する。昭和初期から1990年までの、向川下流域の用水路の管外面積推移を、下表に示す。今宵の他比較のため同じ向川から取水している、川森井、池津シリングイ、百件と軒都位六イ、6の管外面積も示した。表中の面積の単位は、 昭和35年までが長部で1990年がヘクタールであるが、1長部と1ヘクタールはほとんど同じ値なので、直接比較が可能。いずれの用水も半身間に位置するため、昭和35年以後は考えする田畑の面積が大幅に減っている。伊丹市池尻三丁目の住宅街にある、首塚と呼ばれる母飛込用遺流域では、 今陽位にまつわる言い伝えがいくつか残っている。池尻村は村内を今陽位が流れているが、今陽位から取水する権利は持っていなかった。ある年間罰で稲が腰寸前になった時、ある人が犠牲になる覚悟で首が入るほどの穴を掘り、胃から水を取り入れた。この人は処刑されたが、村は大いに助かった処刑された義境の人を祀るつかが、 昭和45年に混流された。混用地やその周辺の川では、昭和30年代まで、行貴船と呼ばれる異形の魚が存在した。その特徴は腹部を中心に赤黒く焦げたような色をしていて、言い伝えによれば、食べると腹痛を起こすとされ、食べずに池や川に戻した。調査の結果原因は船に寄生した、潜毛虫類による白雲病で、鱗が退色し、 内臓の色が透けて見えたとされた。この船の由来について、混用地を作った行記に関わる伝説がある。糸は、河川から田畑へ灌え用水を取水する水路の糸。糸という場合一つの村を潤すだけではなく、上流から下流へと順次推理してゆく気候を指す。絵図に見る、村の姿に混用地。根葉糸2003年伊丹市立博物館発行 P。 八、伊丹市内を考えする用水は、向川水系では、今陽井の少し下流に、の前があり、東部の稲川から取水する、かもい、著名寺井、旧内井などがある。伊丹市市、第二巻1969年伊丹市発行 P305 伊丹市文化財ボランティア歌謡会通信第69号、平成28年5月1日、江津に見る、村の姿に今陽池、今陽井、 今用意の流路は、伊丹市市第2巻 P320 の水路図より、伊丹市市第2巻 P316、伊丹市市第2巻 P318 この工事は、向川支流の枝川と猿川を廃止して、廃川とを住宅地とするものであったが、廃川の流路を埋め立てるため大量の土砂を向こう側から採取したことから、向こう側の川床が低下した。廃川との一角に、 阪神甲子園球場が建設された。兵庫の土地改良史1990年、兵庫県タッコ校 P725、兵庫の土地改良史1990年、兵庫県タッコー P720、伊丹市第一館1971年板見市、伊丹市コピ P310 から314、 わ、か、ふ里さと、し、で、なか、むら、ー、の土地改良士 p 七719、向川水わす先生、基本方針伊丹市文化財ボランティアか妖怪通信第六十69号、平成28年5月1日、いたみしぶんかざい、ボランティアかようかい通しんだい69号、平成28年5月1日、伊丹市文化財ボランティアかよう通信第69号平成2 8年5月1日伊丹市文化財ボランティアか妖怪通信第六十6 9号平成28年5月1日 平成28年5月1日引用文を含めて、伊丹市民族資料第4週伊丹の伝説伊丹の、伝説1977年伊丹市、教育委員会発行 P13 より、伊丹市民族資料第4週伊丹の伝説伊丹の、伝説1977年伊丹市、教育委員会発行 P15 から19。 痛み市民族史上第4週痛みの伝説痛みの伝説1977年痛み市教育委員会発行 P15 ふるさとの心を訪ねて痛み市教育委員会1971年発行 P42 ありがとうございます